こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、恐怖ランク A まとめ51、お送りいたします。では、早速。どうぞ。今や、なりたい職業上位常連の YouTuber。少し前までは色眼鏡で見られることが多かったが、稼げる額の大きさ、芸能人の参入により、ここ数年で一気に市民権を得てきたと思う。もちろん成功する人がいる裏ではその何倍も失敗している人がいて、俺もいわゆる失敗組、底辺 YouTuber だった。俺が見つけた動画は、喫煙所の表でタバコを吸っている人やポイ捨てした人間を注意して回り、時にはいやいやトラブルといったハラハラした展開を楽しめるという内容だった。正直これなら素人がやってもできるし、過激な内容になれば再生数が稼げるかもしれない。俺はこれだと思った。結果的に狙いは当たった。俺たちの喫煙者の注意動画は大成功とまでは言えなくとも、前とは比べ物にならない再生回数を稼げた。言い合いなどのトラブルは頻繁に起きたが、それはそれで美味しい。なんせ再生数が稼げるからだ。最初のうちはビクビクしながらだったが、途中からはわざと声を荒げ、喧嘩越しで注意するようになっていった。カメラで撮影しているためどんなにヒートアップしても、あっちが殴りかかってくるようなことはなかったし、コメントで称賛されるたびに、自分が悪を成敗するヒーローのような気分になっていた。正しいことをしているんだから多少強引でも問題ないと考えるようになっていたのだ。順調に再生数は伸びていき、有頂天だった俺は、あの日も喫煙所に注意動画を撮影しに出向いた。その日は平日のお昼ということもあってそこまで多くの人はいなかったんだが、俺は喫煙所からはみ出てタバコを吸っていた初老の男に目をつけた。喫煙は中でしてもらわないと困りますよ。そう初老の男に声をかけた。初老の男は聞こえなかったのか無視したのか、何の反応もしなかった。聞こえないんですか？恥ずかしくないんですか？いい大人がルールも守れないで。俺は少しボリュームを上げて彼に投げかけた。男はというと少し下を向いて、全く意に返さずという感じで無視をしていた。少しムッとした俺は男の耳元で、中に入ってください。と大声で繰り返し続けた。すると今まで何の反応も示さなかった男が、急にぐっと顔をこちらに近づけて、お前、死ぬよ。と小さくつぶやいた。え？無抵抗だった男の急な反応に驚いていると、すっとその男は人混みの中へ消えていった。よくあることである。大抵言い合いになった時など、相手は捨て台詞を吐いていなくなったりすることが多い。ただその時は不気味な捨て台詞だったなと思うくらいだったし、もちろんその後も撮影を続けた。まあ結局その日は大したトラブルもなくほとんど取れ高もなく終わったんだが、問題はその帰りだった。撮影後友達と別れて家に向かっている際、ちょうど人通りの少ない路地を歩いていた時だった。後ろからバンのような大きな車が目の前で止まり、中から若い男が出てきた。すみません。そこで俺の意識は物理と途切れた。次に気づいた時俺は車の中にいるようだった。というのも頭に布のようなものをかぶされ周りが全く見えなかったのだ。全く状況がわからずパニックになりかけていると、手足まで紐のようなもので固定されていることがわかった。え、どこですかここ？思わずそうつぶやくと、男たちのざわざわと談笑している声が止まり。起きたか？と声が聞こえ。お前はな、関わっちゃいけない人に関わったんだよ。そう男が説明を始めた。頭の中にハッと昼間のあの初老の男の顔が浮かんだ。犯罪ですよ。動画も撮ってあるんで警察呼びますよ。しどろもどろになりながらそう言うと。死体がどうやって警察呼ぶの？と男の一人が言い、周りの男たちがどっと笑い始めた。やばい、やばい、やばい。俺のその場限りの脅しなんて何にもならなかった。すみませんでした。不安と恐怖に押しつぶされ、情けない話だが俺は泣きながら何度も謝った。しかし車内では俺が謝るたびに男たちの笑い声が響くだけだった。布をかぶされて足を縛られた状態で何度くらい謝った頃だろう。正直怖すぎて時間の感覚を一切覚えてないんだが、
車が止まり外に担ぎ出されるようにして俺はどこかに運ばれた。そこで頭の布を取られたんだが、中にもう一枚目隠しをつけられていたようで外の様子は全くわからなかった。俺は情けないくらいガクガク震えて謝り、許しをこい続けていた。何が何だかもよくわからなかったが、とてつもなく恐ろしいことになっているのだけは理解できた。すると、おとなしくしろ。と言われ何人かが俺の体を横に寝させて、ちょうど地面に片耳をくっつける形で俺の頭を押さえつけた。何をされるのか全くわからず俺はパニック状態だった。すると地面についていない方の耳にヒヤッとした感触があり、次の瞬間、とてつもない衝撃音とともに、今までに味わったことのない激痛が耳の中に走った。俺の体は感じたことのない衝撃に引きつり、叫び声を上げることもできなかった。もう一丁。そう男の声がすると、また耳に何かが流れ込む感触があり、と大きな音を立て激痛がやってきて、血管が破裂しているような音が頭中に響き渡った。ぎっつ。としか声が出ず、意識とは関係なく体が痙攣しかけていた。死にたくない？もだえる俺に男がそう問いかけてきた。俺は涙と鼻水まみれになりながら押さえつけられている首を縦に振り続けた。その後も男は俺にいくつか条件を一方的に言い続け、俺も首を縦に振り続けた。しばらくすると男たちが小声で話している声が聞こえ、また俺は車に担ぎ込まれた。車の中ではガチガチ震える俺の体の音だけが響いていたが、もう誰も笑う人間はいなかった。10分もしないうちに車が止まり、手足の拘束を取られ車外に降ろされた。5分経ったら布を取れ。と言われたが、恐ろしくて俺は30分以上布を取れずに固まっていた。決意を固め恐る恐る布を取ると、誰もそこにはおらず河原だけが広がっていた。震える足で人通りのある場所を探して走ると、10分ほどで市街地までたどり着きコンビニを見つけトイレへ駆け込んだ。個室に入った途端涙が溢れ膝から崩れ落ちてしまった。しばらくして落ち着いて鏡を見ると、耳から血のような赤い乾いた跡があり、拭うとツーンと酸っぱい匂いがした。耳に入れられたあの液体はなんとタバスコだったようだ。急いで顔を洗うと今度は後頭部に鈍い痛みが走った。触ると血がついたためここも何かで殴られたらしい。とにかく顔についたものだけを洗ってすぐに帰ることにした。警察や病院などいろいろなことが頭によぎったが、恐怖に勝てるはずもなかったのだ。結果的にこれは良かったのだが、家に帰ると玄関の前に一本のタバスコが置いてあった。俺はそのままの足で夜逃げ同然に地方へ移り住んだ。あれからだいぶ経つが、一緒にやっていた友人とは一度も連絡を取っていない。あっちからも何の連絡もないということは、俺と同じような状況だったんだろう。当然 YouTuber もやめ動画もすべて削除した。もちろんところどころ脚色はしてるが、すべて俺が体験した事実だ。世の中には絶対に関わっちゃいけない人物がいる。幽霊とかじゃないけど俺の人生の中で一番ヤバかった経験だ。数年前に、知り合いの N さんから聞いた体験談だ。当時 N さんは、大学のサークルで知り合った A 君という同級生と付き合っていた。A 君は一緒にいると楽しいお調子者タイプ。いつも明るくみんなを盛り上げてくれる A 君のことが大好きだったそうだ。しかし、A 君には一点だけ、N さんにも理解できない変わった趣味があった。実は、A 君はかなりのオカルトマニアだったのだ。怪談や都市伝説を収集するだけでなく、舞台となった現場を特定し、いわゆる乗り込み、をするのだという。特に、自殺の名所、とか、殺人事件の現場、などの、実際に人が死んだ場所を夜に訪れるのが好きだった。N さんもたびたびその肝試しに誘われていたそうだが、彼女はどちらかというと怖い話が苦手だったし、勝手によその敷地に入っていく行為は当然ダメだろうと思っていたので、そういうことはやめた方がいいよととめこそ忘れ、同行することは一度もなかった。そのため、A 君から、今度はどこそこに行くんだ、とか、こないだ行ったどこどこはかなり雰囲気があった、という報告だけを聞いて、適当に相槌を打っていたそうだ。
ある時、A 君がこんなことを言ってきた。実はさ、隣町にめちゃくちゃヤバいスポットがあるらしいんだよね。何？また霊能カルト？ N さんが、内心またかと思いながら尋ねると、A 君は危機としてうなずいた。そうそう。なんでも、その家を見つけて中に入ってしまった人間は必ず死ぬっていう、呪われた家なんだって。行きたいんだけどさ、具体的な場所が不明なんだよね。何それ？どうせ噂でしょ？いやいや、ガチなんだよ。俺の先輩の知り合いの彼氏もマジで死んじゃったらしいし。いやいやいや、それ絶対嘘だって。ないない。やっぱりそうなのかな。その時は、そんな風に笑い話で終わった。しかし、どうも A 君は、その呪われた家とやらをずっと隠れて探していたようなのだ。隣町にあるのに詳細不明という点が、マニアのオカルト心をくすぐったのだろうか。もっとも N さんは、A 君の様子には気づいていたものの、どうせただの都市伝説だ、バカバカしいと思い、放っておいたのだという。ところが、その会話をして1ヶ月ほど経った頃、突然 A 君と連絡が取れなくなった。電話をしても繋がらないし、LINE も既読にならない。学校にもやってこないし、家も留守にしている。共通の友人から、あいつ、今どうしてんの？と聞かれるが、N さんにも全くわからなかったそうだ。黙って旅行にでも出かけているのだろうか？いや、それにしては電話も通じないのはおかしい。警察に通報した方がいいかな？いや、その前に実家に連絡するべき？でも A 君の実家の連絡先なんて知らないし、大学の事務局に相談しようか？そんなことを考えていたら、連絡がつかなくなった時と同じく、突然 A 君が帰ってきた。今まで何してたの？どこに行ってたの？と N さんは問い詰めたが、どうも A 君の様子がおかしい。いなくなっていたと言ってもせいぜい一週間なのに、A 君はげっそりと痩せこけて、濃いクマが浮かび、目もギョロギョロと血走っている。そして、何を聞かれても、と生返事しかしない。一週間の間、何をしていたのかもどこにいたのかも、頑として教えてくれないのだという。N さんは、まさか妙な事件にでも巻き込まれたのではと心配で仕方なかったが、A 君が何も話してくれない以上、とにかく怪我もなく帰ってきたからよかったと納得するしかなかった。A 君が帰ってきてから、半月ほどが経った。げっそり痩せていた A 君は、少しずつ元気そうな見た目に戻ってきた。受け答えも以前と変わらないくらい普通になってきて、冗談を言って笑うことも増えたため、N さんはほっとしていたそうだ。ある日、A 君からドライブに誘われた。ドライブデートは以前からよくしていたので、N さんは不思議には思わなかった。しかし、まだ長時間運転できるほど A 君が元気になったとは思えなかった。やめた方がいいんじゃないかと言ったのだが、A 君は、大丈夫、大丈夫、と聞かない。N さんは、まあ、あまり遠くに行かなければ気分転換にもなるか、と思い直して、了承したという。とりあえず、近場の森林公園まで走らせようと言って車に乗り込み、二人はドライブを始めた。30分ほど走った頃だろうか。N さんは、車が森林公園へ行くのとは全く違う道を走っていることに気がついた。いつの間にかあたりは民家が立ち並ぶ住宅街になっている。こんな道通るっけ？知らないだけで近道か何かだろうか？ A 君、ここってどこ？と、N さんが尋ねようとした時だった。A 君が突然、ねえ、青い屋根の家って知ってる？と、言い出した。N さんは、と思ったが、その時はまだ特に気にすることもなく、知らない。何の話？と聞き返した。新しい映画とか、流行っている漫画のタイトルかと思ったそうだ。しかし、A 君は N さんの質問には答えなかった。代わりに淡々とした口調で、この辺にさ、あるんだよね。青い屋根の家がさ、数年前まで人が住んでたんだけど。と、ブツブツつぶやき始めた。何？どうしたの？ N さんは、A 君がふざけているのかと思った。ところが、A 君を見るととてもふざけているような様子ではなく、至って真顔だった。いや、真顔というよりも、どこかぼーっとしたような、うつろな表情だったという。とにかく異様な雰囲気だった。N さんがあっけに取られている間も、A 君はブツブツつぶやいている。火事だったんだっけ？
あれ、強盗だったっけ？とにかくさ、全滅だったんだよね。全滅。おじいちゃんとかさ、おばあちゃんとか、あと、小さい子もいたんだって。5歳だっけな。まだ幼稚園のさ、小さい子だよ、小さい子。え、何？いや怖いんだけど、どうしたの？ N さんはかなり引きながら声をかけた。この時はまだ、半分は A 君の悪ふざけだと思っていたらしい。前述の通り A 君はお調子者で、変なノリの冗談もしょっちゅう言っていたからだ。しかし、A 君の様子はそこからどんどん、変になっていった。N さんの言葉を借りるなら、それは、ガチ、の感じだった。真夜中だったからさ、しょうがないっちゃしょうがなかったよね。お父さんもお母さんも、そやみんな、ぐっすり寝ててさ、それで、逃げられなかったんだよ。全員死んじゃってさ、そう、死んじゃったんだって。死体なんかさ、見つかった時はかなりひどかったんだよね。かわいそうだよね。ねえ？え、あの、え？なんかさ、そういう話聞くと、俺も悲しくってさ、青い屋根の家なんだよ。青い屋根の家なのにさ、一家全滅だったんだよ。かなりひどい死体だったからさ、お年寄りも、小さい子もいてさ、ほんと、一晩でだよ。かわいそうだよね。5歳くらいの、小さい子もね、全滅で。青い屋根のさ、家なんだけどさ、かわいそうだよね。A 君は、N さんの返事など鼻から聞いていない様子で、延々と一人でブツブツ言っている。同じ内容を、何度も何度も繰り返しながら、その目はどんどん座っていくし、運転する姿勢もどんどん前かがみというか、とにかくおかしな感じだった。車のスピードもどんどん上がっていく。得体の知れない恐怖を感じながら、N さんは、ふと以前 A 君とした会話を思い出した。あ、これ、呪われた家、だ。A 君は、あの呪われた家について話しているんだ。根拠はないものの、N さんはそう確信したそうだ。その時、車がぐ、と急ブレーキで止まった。そして A 君が、この家なんだけどさ、と言った方を見ると、そこには、ボロボロの瓦や壁がほとんど落ちかけている、青い屋根の、荒れ果てた古い民家が建っていた。2階と1階の壁の一部分は、火事にでもあったように真っ黒に焼け落ちていて、庭の草木は伸び放題だ。N さんは、直感でやばい、と感じた。とにかく逃げなければ。あたしここで降りる。N さんはそう叫んで、止まっている車のドアを開けて外に転がり出た。幸いにもドアにロックはかかっておらず、A 君も止めたり追いかけたりしてこなかったそうだ。来た道を全力で走っていると、住宅街だということもあり、割とすぐに地元の人がポツポツいる公園があった。人がいることにほっとした N さんがようやく振り返ると、A 君の車はまだあの家の前に止まっていた。しかし、数分もしないうちに、ゆっくりと発進して、どこかへ走り去ってしまった。それ以来、誰も A 君を見ていない。大学は、いつの間にか退学扱いになっていた。N さんは、その日はなんとかタクシーを呼んで帰宅したそうだ。後日あの家について調べようとしたが、小さな子供やお年寄りを含む一家が全員亡くなったというような家は、全く見つからなかった。N さんは言う。A 君が話していた呪われた家、が本当の事件にまつわるものなのか、ただの都市伝説かはわかりません。でも、多分 A 君、あの家を特定しちゃったんだと思います。A 君が信じた呪いを、自分で特定して、それで本当に乗り込んじゃったんだと思う。A 君がどうなったのかはわからないけど、彼がそのせいでおかしくなっちゃったのは、間違いないと思います。やっぱオカルト趣味って、リスクがあるんだなって思いました。A 君は、今どこでどうしているのだろうか。皆さんも、怪談や都市伝説をむやみに深追いするときは、どうぞ気をつけてください。俺の祖父の家は、大正から建てられた古い家屋で、随分とくたびれた瓦屋根は周囲の家と比較すれば、悪い意味で際立っていた。祖父も俺から見て曽祖父から受け継いだ居住だったため、生まれ育った我が家に違和感を覚えることがなく、小さな補修程度でリフォームなどは一切行っていなかった。俺が10歳の頃だったか、年越しを祖父母と過ごすために両親と俺の3人で訪問し、大晦日には今にある大きめのこたつを5人で囲み、すき焼きを食べる。
大人数になれば自然と鍋物が増え、和気あいあいと語らいながら過ごす年越しはそれほど悪くなかった。除夜の鐘が鳴り、一年が終わった憂いと新年が始まるワクワク感で自然と胸が躍ったものだ。祖父母は意外と遅くまで起きていられる性分で、父と日本酒をたしなんで顔をタコのように赤くさせていた。母と祖母は、俺たちが食い散らかした食器類やゴミの後片付けをしながら談笑していて、俺はというと見たい番組がなかったのでこたつに潜り込んで野球漫画を読み進めている。と言っても、内容に夢中になっているわけでなく、せっかく遅くまで起きることが容認されているのだから何か刺激が欲しかったので、何か暇つぶしはないものかと探った矢先に見つけたのが漫画本だった。ちょっとトイレ。何分田舎なので外気が冷たく、古いながらエアコンがついているにもかかわらず、障子から注ぐ風が尿意をかきたてた。おう、場所わかるか？大丈夫。祖父はシラフなのか泥酔しているのか判別できない口調だったが、父はどう見てもベロンベロンに酔いつぶれていて、それでもコップに注がれるものだからちびちびとすすっている。今を出れば縁側が続く。庭との境にガラス窓の隔たりがあるが、さほど月明かりがないせいか、うっすらと草木が見える程度だった。廊下の作業は闇夜に続く航空のようで、そこに至るまでの頼りは今から漏れるわずかな10日の残暑となる。母屋は屋敷と言えるほど平屋にしては大きく、間取りも多い。一部屋一部屋の空間が大きく設計されているのもあるが、入り組んだ縁側から川屋までの距離はちょっとした散歩だ。さすがに川屋の中は洋式便所に改装されていて、照明や洗面台は近代的で清潔なものだった。トイレを済ませ再び廊下に出れば、電気を消したせいで真っ暗な世界が広がる。まあ、すぐに目が慣れ足元くらいは認識できる程度だが、やはり子供ながら恐怖心は巡るものだ。縁側の突き当たりに接した時、俺はふと視線を庭先へ移す。今いる家屋は母屋になり、実は渡り廊下を通した先に離れの小さな屋敷が建っている。離れの屋敷といっても、向こうは母屋より年季の入ったおんぼろな8畳2間ほどの平屋で、祖父母からは荷物置き場の蔵として活用しているからむやみに入るなとしつけられていたため、どうにも意識を引っ張られる。板張りのきしみを踏み込むように、俺は渡り廊下から離れへと赴いた。鍵かかってないじゃん。離れの玄関口と言っていいのか、古臭い木製の引き戸は、銅なのか鉄なのか錆臭い格子と合わさったもので、施錠には南京錠が使われていたが開きっぱなしの状態だった。いくら手いないとはいえ、不用心だ。と建前にして、内部の様子を確かめてみようと軽く片扉を開き覗き見る。照明がないのだから当たり前だが暗くて何も見えない。って。うん？か細く小さなそよ風のような異様な空気が漂い、俺は眉間を寄せた。ただほんのわずかなささやきが聞こえた気がした俺は、おもむろに中へと身を乗り出し、すり足で足場を確認しながら建物の中へと侵入を果たす。俺の支えを失った片扉は勝手に閉じるとわずかに音を立てた。板で打ち付けられた窓から差したよりない月光が光源となり、目を凝らせば中の様子がそこそこ確認できた。乱雑に見えて荷崩れしないようかさばった荷物の山々と、使用されていない家具や寝具の一式、旧式の掃除機なんてのも見かけたりして、俺は財宝置き場と見まがう錯覚に陥った気分だ。でも、まさか祖父の家でこんな探検ごっこじみた体験ができるとは思ってなかったので、自然と高揚感に満ちていた。荷物のほとんどは埃しのぎのために布切れがかけられていて、俺は幾度ものれんを潜るように品を確認して回る。ただ、本当に使わないものばかりで物珍しさはなく、俺の目にはどれもガラクタに映った。そんな折、障子から。と小さな物音が鳴る。反射的にその方向をいぶかしげに見合った俺は、好奇心が勝り、障子へ近づいて思いっきり開けてみた。そこには特に何もない8畳ほどの和室が広がっているだけだった。家具は些細なものが壁際に置いてあるだけで、この部屋に変わった様子はない。物が落ちた風でもない。ただ、中央の畳だけは不自然に正方形に縁取られたもので、俺の好奇心はかつてないほど引きつけられる。よいしょっと。子供の力でも簡単に持ち上がった畳の下に、木蓋が現れる。一瞬逡巡したがとりあえず取ってみる。
木蓋といっても畳1畳の半分ほどの大きさだ。それを取り除けば、地面に空洞が開いたように暗闇が口を広げ、開封とともに霊気が上がってくる。すげ、地下かな？この時俺が連想したのは、RPG ゲームでよくある地下ダンジョンだった。祖父の家の下に地下ダンジョンがあるとか、世紀の大発見だと気持ちが高ぶっていた。さて、どう降りようものかと困り果ててしまったが、ちょうど雲が晴れたのか、空洞に木組みの階段があることを月光が照らしてくれる。最初の何段かは頭上が低くて中腰になりそうだが、なんとか入れそうだ。俺は恐る恐る足を踏み入れるものの、明かりがないとこの先何も見えないことに思い至り、足を引っ込める。で、そんな時、またしても小さく聞き取れない音、もしかしたら声のようなものが聞こえた気がした。途端、俺の軸足がかっさらわれたように滑り、階段の出っ張りに体中をしこたま打ちつけながら転がり落ちてしまった。わあ、ぎゃあ。すぐに地面と接触し難を逃れたが、打撲と擦り傷ができたであろうことを想像し、痛みに打ちひしがれる。幸いにして頭はぶつけておらず骨折もしていないようだったので、すぐに周囲を見渡し、ここがどこなのか探った。すると頭上の方で何かがきしんだ音が鳴り見上げれば、俺が落ちてきた階段の入り口からゆっくりと明かりがしぼんでいくのが見える。誰かが木蓋で閉じているとわかり、俺はとっさに叫ぶ。待って、俺がいるって。ねえ？どう考えても俺の張り上げた声は届いていたはずだ。それなのに木蓋は閉じられ俺は地下に閉じ込められることとなった。ただ不思議なのは、外部から遮断された地下だというのに、視界がさほど真っ暗というわけでもなく、田舎の森の中のようにかろうじて物が見える程度。地面が土だったおかげで、それが緩衝材となり俺は大事には至らなかったようだ。土臭さと錆臭さを混ぜ合わせたような匂いに鼻孔をやられながら、俺はとりあえず立ち上がり、壁伝いに進んでみることにした。今思えば、階段を上り木蓋を開ければいいのだが、どうして奥へ進んだのかは俺自身わからない。一歩一歩確かめるように慎重に進むことしばらくして、何か建物が見えてくる。随分輪郭に空洞が多くはっきりしないもやのような壁。近寄ればそれが一部屋を囲うほど大きな格子だとわかり、一目でそれが牢屋だと認識できた。牢屋？マジでダンジョンじゃん。俺はのんきな感想を漏らしながら格子に触れてみる。ひんやりとした鉄らしき質感と鉄分を含んだ匂い。俺は格子につかまり中をまじまじと覗いてみた。うわぁ。驚いて顔を離すと豪快に尻餅をつく。俺がまじまじと格子の奥を見ていると、突如として、ろうそくがただれたような白い肌をした顔が、血走った目を俺の眼前まで押し付けてきたのだ。心臓がバクバクするのを感じ、視線を格子の奥へ向ける。しかし、どんなに目を凝らしてもそこには何もいない。格子、つまり牢屋の中の空間は6畳ほどだろうか、この狭さから四方を囲う灰色の漆喰が剥がれた外壁が見える。そんな狭い牢屋のどこを見ても人影などはなく、さっきのが幻覚だと言われた気分になった。この地下もここが終点で行き止まりとわかり、俺はじわじわと湧き立つ恐怖心から引き返そうと思い立った。俺がキビスを返した直後、と何か削るような音が鳴る。恐る恐る音の鳴った方、牢屋へ振り向くと、闇の奥からガリガリと引き続き鳴っている。何かがいる。確実にそこに何かがいると確信を得た俺は、反射的に足を動かし、この暗がりの中を走り出す。途中転げながらも必死にただ前に進むために闇の中へ足を踏み込んでいく。なるべく前方へ手を伸ばし、何かにすがるように前へ前へと歩を進め、ようやく和室へ上がる階段らしき木目調の質感を指の腹で撫でる。早く、急がなくちゃ。流行る思い出でこぼこした階段を赤ん坊のようにして登り、何も見えないせいで木蓋に額を盛大にぶつけて一瞬よろめくが、なんとか踏ん張り、両手を使って力いっぱいに押し上げる。ガコッと、すんなり持ち上がったことに拍子抜けしたが、地下よりもまばゆい月明かりを肉眼で捉え、安堵とともに身を乗り出した。数分ぶりの地上の空気は地下に比べ乾燥していて肌寒く思えたが、すぐに意識を切り替えて木蓋をして、その上に畳を戻す。これでたとえ地下の牢屋に誰かがいたとしても上がってこれないはずだ。
手についた泥を払い、俺は離れを後にした。今に戻ると父はすでに泥酔状態で気丈に突っ伏していて、祖父は随分物静かながら座椅子に寄りかかり、未だ酒をたしなんでうつろな目でテレビを眺めていた。母と祖母は片付けが終わっているようだが、何やら会話を弾ませながら台所で支度をしていて、ひょっこり覗いてみればおせちの下準備だった。やることもないのでこたつに入ろうとしたら祖父に呼び止められた。お前、それどしたね。え？祖父が指さすのは俺の手だった。小子宮のあたりに赤黒い泥の跡が残っていて、俺は思わずよっと表情を固めたが、祖父はなおも酒を含みながら訪ねてくる。なんかあったか？何も。とっさに嘘をついて息を飲んだものだが、祖父は黙って目をそらし。そうか。と相槌するだけだった。俺はこたつに入る前に台所で手を洗って、その日はこたつに入って寝入った。翌日になると、すっかり頭も冴えていて、すがすがしい新年の朝を迎えられて、昨夜のことは夢だったのではと、すでに記憶の中から落ちかけていたと思う。自前のおせち料理を食べ、家族でゲームなんかして、時には持ってきた宿題を祖母に見てもらい、団らんとした一日を送っていた。その平和な日常は夕刻の一方で崩れ去る。祖父の知人が亡くなったと訃報が舞い込んだ。何でもここらの地主として古くから存続している家紋の出らしく、この母屋もその知人から安く購入したという。その祖父の知人が早朝喉を引っかくように苦しんで亡くなった。訃報を受けた祖父が、今で俺たち家族の前で電話を受けていたから、話の内容で俺は知ったんだけど、父がすぐに顔色を変えて俺を今から追い出したので、それ以上のことは知り得ない。結局その日の晩は、祖父母は知人の家へ追悼に行き、そこでは枕用が行われたと聞いた。翌日も通夜に行く祖父母を見送り、俺たち家族は留守を任されたが、特にすることもないので日がない一日宿題とゲーム、父の相手と母が作る晩飯の手伝いをさせられた。空が沈んで少ししたら祖父母が帰宅し、塩を振りかけて敷居をまたぐ。その時、祖父は俺の顔を見て何か言いたげにもごもごと口を動かしていたが、無理やり言葉を飲み込んだように大きなため息をつく。少し遅い夕食を済ませ、俺は祖父に誘われて一緒に風呂に入ることになった。重たい腰を持ち上げる祖父の表情には陰りがあり、ひどく失意の底にいるような面持ちだったが、それを見た俺もなぜだか先日の地下牢について考えてしまった。入浴前にはしっかり体を洗うことを習慣にしているのは祖父の教えからだ。赤を落として湯船に浸かると、体の芯から温まるこの感覚がたまらなく気持ちいい。ただ、目の前の祖父はじっと俺の顔を見て、シワで垂れ下がった目尻の奥に光る目を向けている。じいちゃん、どうした？お前、離れ行ったかい？祖父の的確な投げかけが見事に俺を打ち抜く。明らかな動揺を相槌と受け取ったのか、祖父は。そうか。と声を漏らす。あそこには二度と立ち入ったらいかんからな。神妙な面持ちの祖父の表情を目の前にして、俺は背筋を正してうなずくことしかできなかったが、きっと祖父は俺が離れに行って、何かを目撃してしまったことを悟っていたのだと理解していた。その体験から俺が高校生になるまで一気に時間が飛ぶ。祖父は肺炎にかかり亡くなったとの訃報が実家に入り、俺は学校を休んで祖父が眠る母方の実家へ急いで赴いた。教育に関して一朝一夕であり、豪快な性格から俺も祖父のことは好いていたが、亡くなるとぽっかりと穴が開いたように何も考えられなくなるものだと知った。そして、この地へ足を踏み入ると、嫌でも昔体験した離れの地下牢のような場所を思い出す。祖母から、祖父が残した俺宛ての手紙を預かっていると言われ、俺はつつましく受け取った。和柄の和紙にざらりとした質感をなぞり、俺は一人縁側に出てその中身を読む。え？そこには例の離れの地下について書かれていた。その昔、戦後しばらくしてこの地に住まう村人は、徐々に豊かに健やかに生活を築いていき、集落から脱却するほどの人口となり、移住民が増えてきたそうだ。そうすると悪い奴も自然と入り込んでくるもので、悪者と関係を持った地主の子孫が、ある日、地下に座敷牢を作り罪人を監禁し拷問を行っていたという。問題は、その罪人が無実の村人であったこと。
地主の子孫は私利私欲と腹いせのために人をさらっては、座敷牢に監禁し死ぬまで痛め続けていつに浸っていた。だが、そんな悪事もつかの間、その子孫は目をえぐり取られ喉を引き裂き、手足の指を折られた状態で亡くなっているのが見つかり、村は権力者の殺人事件に肝を冷やしたという。その後も子孫のせがれによる無体な言いがかりで冤罪を吹っかけられた村人が、座敷牢に連れて行かれ拷問を受けなくなる。あの座敷牢へ連れて行かれた者は例外なく生きて出てこれないと囁かれ、村内では禁忌とされた。そして、子孫のせがれもまたしばらくした後に、先代同様に、目をなくし喉を引っかき指を折った状態で死亡してしまうのだった。それからというもの地主の末裔たちはある年代に差し掛かると、上述の形で死亡してしまうことに違和感と危機感を覚え、改めてこれは座敷牢で残忍な行いをされなくなった奴らの呪いだと自覚し、曰くの多い座敷牢に目をつけた一人が封鎖を施し、過去座敷牢で起きた事柄を公式に禁忌として扱ったという。座敷牢を作った祖先から続く呪いの現象を封鎖したことで、先代たちのようなむごたらしい死に際を迎えずに済んだわけだが、いつしか座敷牢を埋めた土地に家が建ち、その家主が俺の曽祖父だったそうだ。曽祖父はさらに昔に生まれた祖父から伝言のようにまた激した、恋人の仇討ちをしたいという話を常々語っていたという。その恋人は地主の先祖の一人に奪われ、座敷牢に連れて行かれた後、拷問を受けむごたらしく亡くなったそうだ。曽祖父から見た祖父の代の話をどうして真に受けたのか知らないが、感化された曽祖父は座敷牢跡地に家を建て、人知れず穴を掘り、座敷牢へ繋がる道を何年もかけて発掘した。曽祖父の執念は称えるが、俺には顔も知らない人のために復讐しようなんて気持ちがどうしてもわからなかったが、今思えば曽祖父も何か呪いの影響を受けて正常じゃなかったのではとも思う。曽祖父が復讐を遂げたのかはわからないが、その後、隣地に大きな家を建て母屋として扱い、座敷牢が眠る家屋を離れとして、半ば倉庫のようにして利用してきたと手紙に書かれている。その土地を俺の祖父が受け継いでいる。手紙の最後には、地下の座敷牢で見たことは忘れるよう書かれていた。祖父は俺が数十年ぶりに地上への扉を開いたことで、呪いを解いたのではと勘ぐっていたようで、事実当日に俺は奇妙な体験をし、その後地主の灯台はなくなったのだ。こんな偶然が重なることは果たしてどのくらいあるだろうか。この手紙を読んでからというもの、俺は罪の意識に苛まれた。あの日、俺が好奇心から地下への入り口を開けたせいで、あの日、俺が座敷牢まで赴いたせいで、俺が灯台の地主を死なせてしまったのだ。俺は手紙をポケットにしまい、縁側から庭先に見える離れに目を向ける。今となっては、そこにあのボロい倉庫のような家屋はない。生前、祖父が亡くなるほんの半年前に離れの家屋は解体され、更地に戻したと祖母から聞いた。それはまるで自分の死期を悟り、孝子の憂いなく呪いの根元を断とうとした、祖父の最後の姿が目に浮かぶようだった。祖父の葬儀後、その流れで納骨を済ませ、墓石に向けてを合わせる親族一同。その一段の隅の方で俺は拝みながら祖父へあることを念じていた。灯台の地主の死因にその呪いが関わっているとして、この呪いの騒動に決着がついたのか？灯台が死んだら次の標的にされるのは灯台の子供たちなのでは？そもそも祖父の肺炎はこのことと関わりがないのか？俺は様々な葛藤を墓の中に眠るであろう祖父へ伝え、墓石の背後へ目をやる。随分とほつれた関東絵をまとった華奢な人影が俺のことを平芸し、ただ、ありがとう。と感謝を述べている。他の親族には見えていないのだろう。何度も俺に向け感謝を口にするそいつは、どう見ても恨みつらみを含んだ狂気の面に見えるが、目玉がくり抜かれているのか空洞だったので表情から本心は読み取れない。きっと俺があの時座敷牢で見た正体が、そこに立つあれなのだろう。そいつは意味深に拭った血痕が目立った口角をわずかに上げ、すっと姿を消していく。呪いはきっと解けていない。というか、俺が呪いを解放してしまったから再び動き出したと言った方が正しい。これからもあいつは誰かを殺して、過去の無念を晴らすのだろうと、俺はすんなりと受け入れられた。俺の周囲にだけ被害が及ばなければそれでいい。最低な考えだが、俺にはどうすることもできないのだから。
私の近所には少し変わったおばあさんが住んでいて、当時小学生の私は、学校へ通うためにおばあさんの家の前を通らなければなりませんでした。おばあさんは偏屈と言いますか、子供たちに挨拶をしてちゃんと返さない子供には怒鳴りつける。歩きタバコや歩き携帯操作をしてるような人にも、注意しては口論している光景をよく見かけるような人でした。また、近所ではゴミ出しにも口うるさいらしく、主婦の間でも煙たがられていました。そんな中、引っ込み思案で周りに流される性格の私は、噂など知るわけもなく、おばあさんと普通に挨拶を交わしたためかひどく気に入られていました。しばらくして、雨の日に友達と下校していた時のことです。家の近い男女5人でワイワイ話しながら歩いていたのですが、仮に A 君としますが、A 君がおばあさんの噂を口にしたのが発端になり、おばあさんの家を覗きに行くことになったのです。おばあさんの家の外壁には綺麗な朝顔が咲いていて、自宅と道路の目隠しの役目を担っており、小学生の身長だと、外からじゃ庭が葉の隙間から見える程度です。それで、業を煮やした A 君が、傘を畳んで葉をかき分けようとしたのを見て、私は、やめなよ、と腕を掴んだのですが、そのせいで傘が何かを突っついたようで、ガチャンと物音が鳴りました。やべ。A 君にはその音の原因がわかっているようで、手でたくるようなジェスチャーをして、みんなに逃げるよう促すので、どんくさい私も最後尾でみんなの後を追いかけ、その場を立ち去りました。翌日、雨の中登校すると門の前で、おばあさんと教頭先生が立ち話をしているところに出くわしました。私に気づいたおばあさんは挨拶をしてきたので、思わずよっとしながら挨拶を返します。昨日私の庭の盆栽を割った子がいてね。この傘持ってた子。まるまるちゃん、誰か心当たりない？おばあさんが手にしていたのは学校の非常用の置き傘で、実は昨日 A 君が黙って借りていたものでした。A 君は昨日おばあさんの庭に傘を落として逃げてきたのです。申し訳ありません。おそらく我が校の生徒である可能性があるので、こちらでちゃんと叱りますので、弁償につきましても学校側で対応させていただきますので。若干額に汗を浮かべながらも、教頭が何度も、申し訳なさそうに頭を下げて謝罪していました。しかし、おばあさんは傘を手放すことなく、犯人は見つかり次第すぐに教えてください。ちゃんと本人に謝らせてください。こちらでも犯人探しはしますので。私と挨拶していた時の柔らかい笑みはそこにはなく、憤怒の形相で教頭を睨みつけ、時折意味深に口角を上げるのです。その場を後にした私は、下駄箱で上履きに履き替えると、すぐさま教室に駆け込み A 君を探します。A 君、やばいよ。教室の後ろで男子数人とプロレスごっこをしていた A 君は、何が？という顔を向けて次の言葉を待っていました。昨日、おばあさんの家に傘忘れた？ああ、落とした。でも学校の出し別にいいし。やはりあの傘は昨日 A 君が落としたものでした。私は、おばあさんが傘を手がかりに盆栽を割った犯人探しをしていること、教頭を通して学校でも犯人を特定させて連れてくるように、怒鳴りつけていたことを教えました。うわ、マジかよ。めんどくせえ。でも黙ってやばれないでしょ。A 君はかなり楽観的な性格で、この時も、本当にどうでも良さそうに話を打ちやめるのでした。それから一週間ほど過ぎたのですが、日に日におばあさんが校門前で聞き込みをしている姿を見かけることが増え、学校が呼んだのか、ついにはおまわりさんも仲介に入って追い返していました。マジやべえよな、あのババア。お前捕まったら殺されるぞ。教室の窓から、おばあさんが帰っていく後ろ姿を見ていた B 君が、少し顔色の悪い A 君に向かって笑いながら話していました。うるせえ。つうか、あの時〇〇が引っ張るから落としたんだぞ。突然 A 君が私を名指ししたので、思わず挙動ってしまい心臓がバクバクしてしまいました。実際私が腕を引っ張ったせいで A 君の手元が狂い、盆栽に傘を引っ掛け落としてしまったのです。盆栽が割れたのも、傘をおばあさんの庭先に落としたのも、私のせいなのです。それは映画覗き見しようとしてたからでしょ。うつむいて言い返せなかった私をかばうようにして、C 子が代弁してくれました。C 子に続いて D 子も加勢し、A 君は女子に詰め寄られる居心地の悪さに耐えかねたのか、めんどくせ、と吐き捨てて教室を出て行きました。
おばあさんの犯人探しが落ち着いたのは1ヶ月が過ぎた頃でした。最近登下校の道で見かけなくなったので、ある日、母におばあさんについて尋ねてみたのですが。ああ、あのおばあさんね。亡くなったみたいよ。私は晩ご飯のミートボールを取ろうとしたところで端を外してしまい、皿の上からコロンと転がりました。慌てて手で掴んだので注意を受けつつも、話の続きに耳を傾けます。風邪が悪化して肺炎で亡くなったみたいよ。怖いわね、風邪。あんたたちも気をつけなさいよ。風呂上がりで髪を乾かさずに食事していた父に言い聞かせるよう、最後の部分を主張して母は言いました。母は話を続けます。母の話では、割れた盆栽は亡くなった旦那さんが、三寿の祝いにプレゼントした思い出の品らしく、意地でも盆栽を割った犯人に、謝罪させようと雨の中犯人探しに躍起になっていたそうです。しかし、無理がたたり風邪をひいてしまったおばあさんは、そのまま肺炎にかかり亡くなったのでした。私はその話を聞いてからというもの動機がやみません。おばあさんが亡くなってから何日か経過した日のことです。それはあの日と同じ雨が降る放課後、A 君が交通事故に遭い、右手と両足を骨折する重傷を負ったのです。A 君の事故から数日、面会の許可が下りたので、私はいつもの下校メンバー4人で、A 君の見舞いに行くことになりました。病室を覗くと、顔面蒼白で目がうつろな A 君を見ておかんがしたのですが、A 君は私たちに気づくといつもの笑顔になり、動かせる左手を振り上げました。おお、来てくれたのか。久しぶり、元気そうだな。相変わらずな調子で B 君は、A 君とすぐにいつもの口調で語らい緊張をほぐしてくれます。C 子も D 子も近況報告も兼ねて学校でのことを話し、A 君は楽しそうにそれを聞いていました。私は病室に入った時の A 君の表情は、単に一人で退屈だったのかと解釈したのですが、私たちが帰ろうと席を立った際、泣きそうな顔で引き止めるのでみんなで当惑しました。B 君が A 君をなだめつつ、何かあったのか?と聞くと、A 君はまなじりを消して口を開きました。実はさ、重たい口ぶりで話す内容はこうです。おばあさんが亡くなった翌日くらいから、夜な夜な枕元に不気味な老婆の声が聞こえてくるそうです。はじめは何を言ってるのか聞き取れず、まるで入れ歯を外してふがふがもごもごと、と思っているような発声で理解はできなかったのですが、日が経つにつれて発音がはっきりとしていきました。お前か、お前か、割ったのはお前か。数日続く老婆の声でノイローゼになった A 君は、次第に寝不足になり日中は睡魔に襲われていました。そして事故に遭った日は、白昼にもかかわらずおばあさんの声が聞こえてきて振り返ると、亡くなったはずのおばあさんが半夜の形相で A 君を睨みつけ、追いかけてきたというのです。A 君は存在しないおばあさんから逃げるように走り出し、結果、道路に飛び出して車にはねられたのでした。その話を聞いた私たちはどう返事をしていいのかわからず、沈黙をつないでしまいました。A 君は、ごめん、寝れてなかったから幻覚だったかも、とから元気に笑うので、つられて私たちもぎこちない笑顔を返しました。A 君の話を聞いてから翌日の学校で、C 子が泣きついてきたのでどうしたのか尋ねると、夢におばあさんが出た、と泣きじゃくっていました。その後も D 子、B 君と続きおばあさんの夢を見たらしく、いずれも、お前か、お前か、と半夜の形相で尋問するように問いかけてくるという内容でした。その話を聞いた私は、毎晩頭まで布団をかぶり震えています。あの日のメンバー5人のうち、3人は夢に出るだけで実害はなく、A 君だけが事故に遭ったのです。おばあさんはまるで犯人の特定に至っているような気がして、私はノイローゼ気味になっていました。盆栽を割った犯人に復讐をしたいなら、どうして私に何もしてこないのか。どうして私だけ幻聴も幻覚も夢も見ないのか。生かさず殺さずの平行状態に、私の罪の意識が耐えきれなくなっていたのかもしれません。もしかしたら、A 君が見たおばあさんも、他の3人が夢だけで終わったのも、それぞれの罪の意識の差なのかもしれません。私はいつの間にか、真っ暗な空間の中に漂う魚のような浮遊感を覚え、周囲を探っていました。お前か、お前か。私ははっと顔を上げます。聞き覚えのあるおばあさんの声が聞こえたのです。しかし、みんなから聞いていた劇場をはらんだ声とは違うようで、
生前私と交わしていた優しい声色でした。その声色に安堵した私は、真相を白状してしまおうと振り返りました。おばあちゃん、私。私は言葉を詰まらせました。振り返った私の目と鼻の先に、目玉が飛び出るほど見開いた鬼の形相で、私を睨みつけているおばあさんがいたのです。そしておばあさんは、絶対に許さなー。と、どこまでも伸びる怒号を飛ばし、私はあまりの恐怖で気絶したのか、そこでプツンと記憶が途絶え、気がついたら朝になっていました。寝汗でびっしょりなパジャマとシーツを見て、あれは夢だったのだと自覚します。しかし、私は A 君の身に起きた出来事を思い浮かべ、気が気でなりません。おばあさんは盆栽を割った犯人にたどり着いたのです。A 君は事故で片手両足を骨折する大怪我を負いました。それはこうか不幸か判断しかねますが、一歩間違えば命を落とす大事故です。果たして、私はどのような天罰が下されるのか、想像するだけで漏らしそうになり涙が止まりませんでした。その日から連日連夜、おばあさんは夢に現れ私の顔すれすれに近づき、許さん、許さん、許さん。と延々恨み事をぶつけてくるのです。しかし、私は事故に遭うことはなく、A 君も退院し、やがて季節は過ぎてみんなが学校生活を謳歌している間、私は自室に閉じこもっていました。ある日からおばあさんは夢だけじゃなく、私の日常に入り込んだのです。ある日は起床すると部屋の隅にいました。ある日は窓の外からリビングを覗いています。ある日は電柱の陰から、ある日は踏切の反対側から私を見ています。あのすべての恨みつらみを込めた形相で私を睨んでいるのです。白昼は四六時中睨まれ、夢では延々と呪言のような恨み事を私が起きるまで続けるので、私の精神は摩耗し、引きこもりになりました。A 君との違いはまだおばあさんに追いかけられてないという点です。私を殺すつもりならすでに追いかけられてもおかしくはないのですが、これ以上の進展はないのです。おばあさんは私をどうしたいのか今でもわかりません。ただ、これがおばあさんの呪いだとしたら、その終着点は私の死だとしか思えないのです。そして、どうしても外出しないといけない日がやってきて、その日はあいにくの雨天でした。踏切で立ち往生していた私の背後からおばあさんの声が聞こえてきます。私は振り返り傘を挟んだ先におばあさんの姿を捉えました。目が合うとおばあさんはこっちに走り出してきます。私は後ずさり目をそらすようにキビスを返し、そこへ電車がやってくる音が聞こえてきました。私は足を止めてその場に立ち止まり、目を閉じ、いっそのことおばあさんの手で全部終わらせてほしいと思い、覚悟を決めました。しかし、電車は目の前を通過したようで、車体に引かれた雨粒が顔に当たる感触と、突風が私の傘と髪の毛を巻き上げていくだけでした。おばあさんは私を殺したいのではないのかと思い、私はまぶたを開け空を見上げたとき、雨粒が目に入った冷たさで目元がビクッと跳ねます。これも生きている実感だと思い、突風で飛ばされた傘を拾いに走り出しました。交差点の近くまで飛ばされた傘は、ガードレールに引っかかっていたので、それを拾い上げたのですが、自瞬、私はよっと目を見開きました。開いた傘の内側におばあさんの顔があり、私を睨んでいたのです。ひぃ。思わず傘を投げ捨て後ろによろめいた私は、車のブレーキ音が聞こえた後、半身に強い衝撃を受けたと同時に、視界がふわりと跳躍したのを覚えています。すぐに暗転し、気がつけば病室に寝かされていた状態でした。その後、両親と話せる状態まで回復した私は、母から私が事故に遭ったと教えられ、詳細を聞かされました。しかし、意識を取り戻した私にとって、過ぎてしまった自分の自己再動でもよかったのです。問題はこれでおばあさんの気が済んだのか、私の罪は許されたのかということです。私は両親が帰った病室で一人、部屋の隅を見つめています。だって、そこには私を睨んでいるおばあさんがいるのだから。小学生の頃、俺の友達に、たかし、というわんぱくな子供がいた。たかしくんは同年代の子供の中では活発で、男子女子の垣根を越えて人気者の地位を築き、誰とでも親しげに話すけどどこかのグループに属することをしない、そんな男の子だった。例えば、体育の授業でドッジボールをした時でも、
敵チームが女子を狙って全力投球したボールを、自ら当たりに行って自然とかばったかと思えば、一方で男子とは接近戦になった際に、ボールの予測を外して股間に当たって、悶絶するような面白い立ち位置にもいた。ある日、クラスの男子の何人かと夏祭りに行った先で、俺たちは関係者以外立ち入り禁止の立て札を見つけた。地元にある神社で行われる毎年恒例の夏祭りなんだけど、神社の境内は、実際には数えていないが500段以上も長い石段を登った頂上にあって、その途中に小休憩できる踊り場が設けられている。その踊り場の脇道を進むと、深い雑木林の中で錆びて色あせた立ち入り禁止の立て札が、雪道なんかの照明に照らされて、まるで俺たちを待ち構えているようだった。この先、何かあんのかな？誰だったか、仲間内の男の子がそう言ったのを皮切りに、全員が立て札の先に興味津々といった面持ちだったが、分別はつく年頃だったので、さすがに無断侵入は気が引けたのか、首を長くして暗く沈んでいく道筋を覗き込む程度で済ませた。だけど、隆くんは違った。じゃあ、俺がちょっと見てくるよ。俺たちはさすがにこんな真っ暗な雑木林は危険だと説得したが、隆くんは全員の静止を振り切り、大丈夫、大丈夫、と立て札をくぐり抜けてしまう。正直、まだ子供だった俺は一人で夜道を歩くことさえ億劫だったが、隆くんは手元に明かりがないというのに、平然と暗がりに進んでいったことから、みんなも、すげえ、と歓声を上げて隆くんの後ろ姿を見届けた。隆くんの姿が完全に闇に溶け込んだ頃、ふと隆くんと待ち合わせ時間を決めていなかったことに気づいた俺たちは、いつ戻るかわからない隆くんを石段の踊り場の脇道で、ひたすら待つことを余儀なくされた。しかし、隆くんは待てど暮らせど戻る気配を一切見せない。隆くん、遅いね。まさか迷子になってないよね。誰かの不穏な一言が場の空気を凍らせた。それから約1時間後、ついに痺れを切らせた一人が立ち上がったかと思えば、全員で立て札の中を確認しに行こうと切り出す。正直なところ、夏祭りそっちのけでここまで時間を浪費していると、早く帰りたい気持ちが募ったが、隆くんの安否も気になるというのが大半で、全員が、軽く確認する程度なら大丈夫だろうと許容していた。言い出しっぺが立て札を潜ろうと身をかがめた矢先、闇の中から、こら、と声が聞こえたので全員が背筋を正して飛び跳ねた。声の主は隆くんだった。隆くんは笑いながら、ごめん、ごめん、お待たせ、と何食わぬ顔で戻ってきた。ただ、隆くんの声は弾んでいるように聞こえるが、どうにも目は笑ってないように感じて少し悪感を覚えた。長すぎ。なんかあった？おのおのが文句を言った後、本命が立て札の先に何があったのか問いかければ、隆くんは笑みを止めてただ一言、何も、と突っぱねたまま押し黙る。俺たちは釈然としない面持ちで、結局何もないのかよ、なんて好き勝手言っていたが、隆くんは静かな表情を維持して、俺たちの後ろを歩いていた。そんなことがあったのが正午の夏だった。それ以降もみんなと遊んだ記憶はあるが、大学生となった今は、遠い昔のことすぎて何をして遊んでいたかなんて、鮮明に思い出すことができなくなってきた。俺は進学を機に他県に飛び出したため、今では一人暮らしによる家事の大変さと、生活費のためのバイトに明け暮れて忙しい日々を送っていたが、進学して約2年越しに久々に地元に帰省することができた。というのも、小学校の同窓会、単なる連絡がついた人に限った身内の飲み会のようなものだが、その連絡網が実家に回ってきたと母から連絡があったので、帰省するに至ったわけだ。俺は久しぶりに実家に戻る幸福感と懐かしい面々に会える嬉しさから、当日は朝からウキウキな気分だった。地元の居酒屋チェーン店の一角を予約したらしく、その店に顔を出せば、すぐに騒がしい集団の声が耳に入り、それが小学校の同級生たちだと第六感でわかる。店員に予約した団体名を告げれば、やはりその集団の席に案内されたので、俺は内心ガッツポーズを取った。久しぶり。俺、〇〇だけど。正直、小学校での友達とは長らく連絡を取り合っていない。ただ小学校以来の友人である A と B とは高校も同じだったから、母から連絡網を受け取った後に同じ内容の連絡が入り、3人で戻る日を話していた。おう、遅いって。
俺は自然と二人の横に座ると、隣には当時委員長を務めていた C 子がいて、当時の面影を残したままの姿に思わず見入ってしまっていると、視線に気がついた C 子が振り返り、目が合った。まるまるくん。うわぁ、久しぶり。と、C 子は女子大生さながらの親しみやすい笑顔で話しかけてくる。その振る舞いに気を許したのか、俺はどこか緊張していた体のこわばりを解くことができて、自然と会話をつなげることができた。互いに中学高校大学と違う道を選択した中だが、まるで当時に戻ったように会話が弾んで楽しめた。そして、C 子と話していると漢字の F がおもむろに立ち上がり、乾杯の運動を取る。時間になったんで久しぶりに揃ったみんなと一緒に乾杯を取ろう思います。どうやら集合時刻を回ったらしく、これから料理や何やらが担ぎ込まれてくるようで、F は飲み物が来る間に、随分と雰囲気が変わった全員の健康を取ろうと言い出した。俺自身は髪型も含めて差したる変化は成長以外にないと思うが、A や B なんかは髪を染めていたり、服装の趣味も突き抜けていることから、確かに健康でも取らなければ誰が誰だかわからない人物もいる。そう考えると C 子はよく俺を一目で判別できたものだ。まあ、それだけ本当に俺が変わってない証拠なのだろうけど、少し寂しくも思えた。F が紙に印刷された名簿を読み上げて転校を取ると、呼ばれた人が元気よく手を挙げて答える。その度に風貌が様変わりした旧友を見て、俺は脳内で幼少期の姿と照らし合わせて笑っていた。全員の転校が終わった後、F が欠席者の名前を読み上げていく。その最中には、ああ、いたなあ、とか、会いたかったあ、という感想がこぼれていて、欠席者の中には懐かしき担任の名前もあったことから、全員が少し残念な気持ちになった。まあ、担任はただ結婚退職した後県外で暮らしており、今は子育て等が忙しい時期で来れなかっただけなので、代わりに電報を送ってくれたらしく、F が代弁となり内容を読み上げてくれた。今度は担任や欠席者も含めてまた揃いたいものだ。そう思った俺だが、ふと違和感に気づく。担任の電報を読み終わり、すでに全員が配られた飲み物を手に取ったことから、これから乾杯を行うことが容易に想像できる。しかし、まだこの場におらず、なおかつ欠席者に含まれていない人物がいる。そう、たかしくんだ。電報を取った際にも、欠席者の名簿の中にもたかしくんの名前は上がらなかった。俺は不思議に思って隣のシーコに、ねえ、たかしくん来てる？と問いかければ、C 子は少し逡巡した後に、ごめん、誰だっけ？と本当に覚えていない素振りで聞き返してくる。ああ、たかしくん C 子に忘れられちゃってるよ、なんてのんきに考えていた俺は、次に逆隣の A にたかしくんの所在を尋ねてみた。は、誰それ？ A の返答に俺は一瞬戸惑ったが、すぐに、いや、たかしくんだよ、と食い下がる。しかし、A は、さあ、いたかなそんなやつ、とつぶやいた後、隣の B や旧友にたかしくんについて聞き始めた。俺は、まさかみんなたかしくんを忘れちゃったのか？と不安に思いながらみんなの返答を待ったが、虚しくも、全員がたかしくんの存在をきれいさっぱり忘れていることを告げられ、どこか衝撃のあまり物悲しくなった。F に今回の同窓会について尋ねてみれば、当時の連絡網を発掘して実家に連絡を取っただけだと話し、その用紙に、たかし、という名前の生徒は載っていない、と逆に気味悪そうに怒鳴られた。そのせいか、俺が意もしない生徒の名前を持ち出したことで、何？誰のこと？とか、こわー、やめてよ、と女子連中の非難の声が集中し、F 君をはじめとする男子からも、中学とか高校のやつと混同してないか？といさめられることになった。そうして始まった飲み会だったが、俺はどうにもたかしくんのことが頭から離れず、こんなにもはっきりと遊んだ記憶があるのに、どうしてみんな忘れているんだと、意固地になって飲み続ける。そんな俺を心配して、C 子や A と B が会話の合間合間に気を使って声をかけてくれるが、正直おかしいのはお前らだと言いたかった俺は、意固地になったまま、枝豆でもしゃぶりながら、本当にいたんだよ、なんで覚えてないんだよ。と泣き上をよろしくブツブツと文句をこぼした。そんな折、C 子が、何か私たちが覚えてるエピソードとかないの？と持ち出す。そうだ。覚えている限りでも、たかしくんはみんなと接点を持っている人気者だったはず。俺は三人に、
当時のたかしくんがドッジボールでバカやってたことや、それ以外の思いつくエピソードを弁論するように言い聞かせていくが、どれもしっくりこないのか、三人は眉根を下げるばかりだった。というより、俺の話すエピソードは覚えているが、そこに、たかし、という存在がいなかったように、三人の記憶が保管されているのだ。ここまで来ると、もはやたかしくんが存在すると主張する俺がおかしいのでは、と自分でも思い込まされてきたが、最後に夏祭りでの出来事を話すと、俺の声量が響いていたのか、遠くの席で飲んでいた F が反応したかと思えば、数名の男子が食いついてきた。俺、夏祭りのことは覚えてる。俺も覚えてるわ。つうか、確かあれ、立ち入り禁止の立て札あったよな、あそこ。で、誰か入っていったよな。そうそう。と、なぜか盛り上がっていた。しかし、これは巧妙だ。これを機会に、たかしくんのことを思い出すかもしれない。俺はすかさず立ち入り禁止先に侵入したのがたかしくんであり、俺たちが1時間待たされた挙句、戻ってきたたかしくんが何もないと告げたことを話した。すると、全員は怪訝な面持ちになるが、展開としては全員が同じ認識を持っていたことから、何人かが、確かに誰か入っていったけど、それがたかし?と互いの顔を見合わせて考え込んでいた。ここまで思い出話を持ち出しても思い出せないのなら、もはや彼らの記憶内に、たかしくんは存在しないのだろう。俺はあからさまに残念がるように肩を落とすが、そこからは気持ちを切り返して同窓会を楽しむことにした。その晩、二次会を終えて帰宅した俺はしばらく実家のリビングに寝っ転がって、何をするでもない、ただ空中をぼんやりと見つめてぼーっとしていた。そんな俺を見かねたのか、母親が、あんた、どうしたの?戻るなりぼーっとして。と心配したのか顔色を伺ってくる。そういえば、母さんはたかしくんのことを覚えていないのかな?俺はわずかな好奇心から母親にその旨を尋ねてみるが、やはり、そんな子いたっけ、と首をかしげられた。やはりすべては俺の勘違いか思い違いなのだろうか。そのことを決定づけるかのように、当時の担任と連絡を取った F から電話が来たので出てみれば、やっぱりたかしってやつは当時の名簿にいなかったってさ。とわざわざ調べて連絡してくれた。俺は、そっか、ごめん。と返すが F は、きっと中学とかの友達とごっちゃになってんだよ、気にすんな。と気遣ってくれた。翌日、A と B から連絡が来て、何事かと思えば、あの神社の立て札のところに行ってみよう。と何人かの男子と話がまとまったそうで、俺も強制参加を促された。そうして集まった顔ぶれが当時のメンツそのもので、たかしくんを除けば大人になったメンツが集結したのだ。俺の記憶違いでなければの話だが、大人になると、長くて辛かった石段も割とすんなり踊り場に登りつくことができ、その脇道の茂みをかき分けた先にある立ち入り禁止の立て札を見つけて、全員がごくりと生唾を飲み込む。真昼間ではあるが、ここまでは当時の記憶そのものだ。しかし、昼間だからこそこの先に何があるのかがわかる。他のメンツは、なぜか当時誰が立て札の先を確かめに行ったのか思い出せない、という話から、おそらくその記憶の回帰が目的で来たのだろう。俺はたかしくんが何もなかったと語ったことが、実は気がかりだったので来たのだが、こんなことをしてもきっと何もわからないままだと心のどこかで諦めていた。立て札を抜けると、何も舗装されていない山道が続き、太陽光を完全に遮った木々の中を進むことになった。大人の足でも10分を超える曲がりくねった細道だったことから、俺たちは、こんな道があったんだ、とか、なんか楽しくなってきた、なんて語らい、冒険心をくすぐったのか楽しそうに会話を弾ませていた。しばらく進んだ先で、わずか1畳ほどの空間に突き出たが、相変わらず天蓋を木に覆われた薄暗い空間だった。しかし、そのど真ん中にはしめ縄とおぼしき飾りが、侵入禁止を意味する囲いとして貼られており、その中央に、首が地面に落ちた薄汚い地蔵が置かれていた。さすがに気味が悪かったので、俺たちはさっきまでのテンションがガタ落ちとなり、しばし黙々とその光景を眺めることしかできなかった。ひとまず、不吉なものを感じ取ったせいか、その場にいた全員がすぐに引き返すことを了承して戻ることになり、
踊り場に出るなり各々が緊張から解放された反動で、マジコア、ここっていわくつきだったっけ、と盛り上がる。そんな中でも、俺は当時のことを思い返していて、たかしくんは一人であの道を進んで、あの地蔵を見つけたのだろうかと思いを巡らせていた。当然、立て札の先を確認したからといって全員の記憶が戻ることもなく、結局たかしくんについては誰も触れることなく解散となった。俺は帰宅してからというもの、部屋のクローゼットの中の荷物をひっくり返して、小学校の時の文集やら思い出の品にすべて目を通す。写生大会も運動会も工場見学も、卒業式のアルバムでさえ、たかしくんの姿はなかった。やっぱり俺の記憶がおかしいのか。そう思った俺は Google で記憶障害を検索すると、健忘症に行き着いたが、俺は、たかしくん、を含めてこれまでの記憶と現実の出来事に差異はないどころか、ほとんどそのままの体験を覚えている。半信半疑の中、念のために健忘症や認知症の線を疑い病院を回ってみたが、至って健康であると診断された。では、どうしてみんなの記憶と俺の記憶が違うのか。その後もたまにだが旧友に会うことがあれば、たかしくん、について尋ねる俺がいて、旧友も、またその話か、と呆れながら同じ返答をするというのが一種の通過儀礼となり、中には俺がおかしくなったというものも現れた。A や B、C 子にも、もうたかしの話はやめろよ、と警告されたが、俺はどうにも納得できないことから、反発心で折を見ては、たかしくん、について尋ねた。そして現在、俺は普通に結婚して子供も誕生し、父親になったわけだが、今でもたかしくんについては何も解決してない。たかしくんはもともと存在していなかったのか。俺の記憶が作り出した存在なのか。それともたかしくんが俺以外の記憶から消えたのか。きっとみんなは俺の頭がおかしいと判断するんだろうけど、俺は諦めずにたかしくんを探し続けている。昨日とんでもないことがあったので、聞いてほしい。ことの発端は20年以上前。俺が小学5年生の時のこと。当時俺たちの学校では、椅子引きのいたずらが流行っていた。椅子引きのいたずらっていうのは椅子に座る直前に、さっと椅子を引いて尻餅をつかせるっていういたずらなんだけど。これが結構危ないいたずらで、やられた人の中には、半身不随になったり大きな怪我をする人がいたりした。椅子があると思って座るので受け身が取れず、腰やお尻を強打するのだ。今でこそかなり厳しく言われていると思うんだけど、当時はそこまで大々的なニュースになることがまだなく、そこまで危険という意識も少なかったのもあり、ちょくちょく椅子引きのいたずらをする奴がいた。ただある時、うちの学校で大事故が起き、それを機に学校集会まで開かれ禁止されることとなった。その事故っていうのが俺の学年で起きた話なんだけど、俺の学校では月1くらいでランチルームっていう、教室で学年全員で給食を食べるっていう行事というか決まりがあって、ここで頻繁に椅子引きのいたずらが行われていた。というのもうちの学校のランチルームの机ってのがちょっと特殊な作りで、椅子が机の支柱のパイプと一体化していて動かせないようになっていて、座る丸椅子の部分が、自転車のサドルのようにスポッと簡単に取れるようになっていた。そんなんだから丸椅子を取った後、ちょうどサドルを取った後のような細いパイプがあらわになるので、普通の椅子引きよりダメージがでかく、面白がって椅子引きのいたずらが横行していたのだ。まあ大体みんな警戒していたので、そこまで大きく怪我したりすることもなかったんだが、その日もいつも通り、先生の挨拶から始まったランチルームの給食中だった。どうやら隣のクラスの少しやんちゃな横井が、うちのクラスのただに目をつけたようだった。ただは少し変わったやつで、ほとんど友達もいなくておとなしいやつだったんだが、たまに癇癪を起こしたり、昔、特別学級にいたという噂があったり、今思えば軽度の知的障害を持っていたんだと思う。だからといっていじめられてるわけでもない、まあよくクラスに一人はいる、いじられたりちょっかいを出されるタイプの子だった。反対に横井ってやつはまさにガキ大将ってやつで、体も声もでかくてしょっちゅう喧嘩や問題を起こしていて、周りから恐れられていた。その日はただの何が気に入らなかったのか、横井がただの給食に消しゴムのカスを投げ入れたり、つねったりちょくちょくちょっかいを出していた。
ただは嫌な顔をしながら首を振るくらいで、特に大きな反応は見せてなかったのだが、横井はそれでもしつこくちょっかいを出していた。周りといえば、横井が怖くて横井に合わせてニヤニヤと愛想笑いをしている。そんな感じだった。そんな中、横井がただの前に座っている田中に合図を送った。ちなみに横井はただの後ろに座っています。ジェスチャーで椅子引きをするから、ただを立たせろみたいな感じだった。田中は今で言うキョロ獣みたいなやつで、横井にウインクをすると、勢いよくただの牛乳をつかみ、いただき、と言って頭上に掲げた。ただは牛乳が大好きでいたずらでも取ると、癇癪を起こしたみたいに怒るのを、田中は知っていたのだ。返してー。と立ち上がって、割と大きめな声でただが叫ぶと、先生が、なんだどうしたと前の方から聞いてきたが、田中が、ごめんごめん冗談。と返し、ただに牛乳を返して謝った。その間に横井はただの椅子を外していて、ニヤニヤとしていた。もう？ただはふてくされたように、外された椅子に全く気づかず勢いよく着席した。バツン。と何かが弾けたような音の後、キー。ガヤガヤしたランチルームの中に、未だに忘れられない、ただの断末魔みたいな声が響き渡った。ただは、き、い、と言葉にならない音を口から発しながら、深く腰をパイプの上に下ろしたまま、少し痙攣していた。ベージュのズボンのお尻のあたりがみるみる赤黒く染まっていき、瞬く間に床に血が滴り落ちていった。大げさに思えるかもしれないが、本当にこんなに血が出るんだってくらい血が広がっていた記憶がある。俺はあまりの恐怖に体が震え、視界がぐにゃんと曲がるようなそんな感覚を覚えた。何したー？先生の怒号のような声や、女子生徒の泣き声が響き渡る中、俺たち生徒は全員廊下に出され教室で待機を言い渡された。他の教室からも先生や生徒が出てきて大変な騒ぎになり、教室で待機してる間に学校に救急車まで来た。教室内でも女子生徒が泣いていたり、男子生徒が興奮気味に話をしていたが、俺は震えて机に突っ伏していた。ちらっと田中の方を見ると、田中も同じように背中を震わせて机に突っ伏しているようだった。その日のホームルームで事故についてのアンケートが配られ、見た人がいたら状況を書いてほしいという旨のことが伝えられた。俺はとても怖くて、気づいたら多田くんが叫び声を上げてうずくまっていました、としか書けなかった。家に帰るとすでに連絡網が回ってきていたようで、母からも事故について聞かれたが、あまりよく知らないとしか答えなかった。翌日、俺は校長室に呼ばれた。校長室には俺の他に5人の生徒がいて、その中には田中と横井もいた。周りにいた人間とアンケートで名前が出た生徒が呼ばれたのだろう。また、ソファーにはボサボサの髪の毛の細いおばさんがうつむいて座っていた。最初から話し合いの場に呼ばれていたのであろう、田中と横井は泣きながら、知らないです。と繰り返していた。先生が俺の名前を呼び、どんな状況だったか説明してほしいみたいなことを言ってきたが、頭が真っ白になっていた俺も、よく覚えていないです。としか言えなかった。すると、マモルちゃんをこんなにしといてー。急にソファーに座っていたおばさんが叫び、横井と田中に飛びかかっていった。落ち着いてください。先生たちが慌てて止めに入ると、お前たち今日はもういいから教室に戻りなさい。と俺たちを外へ出るよう促した。慌てて外に出て行った俺たちだったが、おばさんはものすごい形相で俺たちを睨んで、絶対に許さない。と最後まで叫んでいた。おばさんはただのお母さんだった。その後この事故がどのように処理されたのかわからないが、それから俺が事故について呼ばれることはなく、月日が過ぎていった。横井と田中は呼ばれていたのかもしれないが、普通に学校に来ていたし、日常に戻りつつあった。ただあれからただが学校に来ることはなく、6年生になる頃に転校する旨が伝えられた。その後本当かどうかわからないが、ただは半身不随になった、とか人工肛門になった、などの話を風の噂で聞いた。俺も、当時は真実を言えなかったことに対する罪悪感に苛まれていたが、月日を追うごとに薄れていき事故のことも忘れていた。昨日までは、
冒頭で言った通り昨日とんでもないことが起きたというか、起きていたということを知った。俺は障害者支援施設で働いていて、身体に障害がある方の仕事のサポートをしているんだが、そこに新しく就職してきた人間がいた。学生の時に、事故で両膝から下を失ってしまったという彼は、慣れた様子で、車椅子で移動して簡易的な施設の説明を受けていた。今だからそういう風に感じたと思い切ってるのかもしれないが、俺はそんな彼にどこか違和感というか、なんか引っかかるようなものを感じていた。それでは横井さん、よろしくお願いします。説明をしていた館長のその言葉を聞いたとき、体に電撃が走った。あの横顔、だいぶ顔は変わっていたが少し面影がある。間違いなくあの横井だった。仕事中、さりげなく館長に聞いてみると学生の時に電車の事故に巻き込まれ、膝から下を切断されてしまったそうだ。俺は何か妙な感覚を覚え、仕事が終わるとすぐに、友人のツテや SNS を使って田中の消息を追った。もうかなり昔の話だしかなり苦労するかと思いきや、あっさり消息を知ることができた。田中は10年も前に死んでいた。事故だったらしいが詳しく知ることはできなかった。進行形で、あの時校長室にいた他の人間のことも調べているが、田中と横井以外にはまだ繋がっていない。ここまでが昨日までの話。因果応報なのか、こんな偶然あるのか。できすぎって思うかもしれないがマジで本当の話。考えすぎなのか、もう20年以上も前の話なのに。絶対に許さない。っていうおばさんの鮮明な夢を昨日見た。余裕がなさすぎて、呪いなのか偶然なのか事件なのか。その場合俺は含まれているのか？そんな自分のことしか考えられないが、どうすればいいのかわからず正直怖い。こんなとこに書いても意味がないこともわかってるが、せめてなんかわかる人、コメントでアドバイスお願いします。状況はできるだけ自分なりにわかりやすく正直に書きました。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。